第100回記念大会となった2024年の箱根駅伝は、青山学院大が2年連続の3冠を狙った駒沢大を破り、2年ぶり7度目の総合優勝を飾った。次回大会も、青学 VS 駒沢の2強対決が予想される中、他大学も上位進出へ意欲満々。そして今年の箱根不出場の大学の中にも、来春の第101回の大会で、 躍進できるチームがあるはずだ。ランキング、箱根駅伝エントリー選手の出身高校ランキング昨年10月の箱根予選会で、まさかの落選となったのが、東京国際大だ。記念大会で出場枠が例年の10から13に増えたにもかかわらず、10人合計タイムで13位の山梨学院大に3秒届かずの14位。1万メートル日本学生記録。 27分6秒88、保持者の新怪物、リチャード・エティーリ、1年の点灯、失速が響いた形となった。だが、その後の全日本駅伝では、エティーリが出走回避も、箱根4位の東洋大や同7位の浅田大を上回る8位でフィニッシュ。1区で木村海斗、3年、ラトップと8秒差の区間7位、3区の佐藤橋場みのり、3年、 枠間5位の走りで中央大の吉井山和を上回る走りを見せた。チーム力がシードゴン内にあるのは間違いなし。新チームにも期待大だ、ダブルコート、怪物、エゴン・ヴィンセントや短所剣を要した頃の最高順位5位よりも上も目指せるはずだ。昨年の箱根予選会15位だったのが、霊卓大だ。これまで箱根本戦出場はないが、過去2度の時点、11位。 あと一歩まで近づき、第九十九回大会も十四位と射程圏内の成績だった。現チームには、一年時に関東学生連合の一員として箱根出走経験を持つ鈴木光也、三年、工藤山和三年、ガオリ、同大学初の留学生であるデイビッド・シュンゲアネイアイ、二年は予選会で全体七位と力走した。その予選会出走十二人中九人が三年生以下であり、 主軸の三本柱もチームに残る。2017年からチームを率いる山川達也監督の下、次回こそ悲願の箱根切符を勝ち取り、本戦でも爪痕を残したい。同じく箱根初出場を狙う日本薬科大にも注目したい。2013年4月に陸上部が総部し、2018年に元関東学院大監督の中田森幸氏が新監督に就任した。その中で、 予選会では25位、25位、23位と本選出場まで大きな力量差を感じていたが、第99回大会では予選会16位となり、第100回大会は19位だった中で、留学生のデニス・キプルト、1年、が全体2位の回想を披露した。予選会出走12人中10人が2年生以下という若いチームであり、8人が自己ベストを記録するなど、 今後の伸びしろが大いに期待される3年ぶりの箱根本線出場を狙った拓殖大は予選会で16位だった。チームトップは留学生のラファエル・ロンギサ、1年で全体17位の走りを披露したが、チーム2位の藤原亮太、3年が全体95位で、それ以降は100番以内に入れなかった。だが、 予選会出走12人中9人が3年生以下で、新チームでも健在。そして何より、チームは昨年4月に駒沢大 OB の井上博監督、二郎丸健一コーチが就任したばかり。新時代をスローガンに掲げた、チーム改革を絶賛進行中であり、次こそは4年ぶりの箱根切符獲得に期待が高まっている。上部大も力を持っている。 昨年の箱根予選会では17位に終わったが、こちらも出走12人中11人が3年生以下であり、若く伸びしろがあるチームだ。予選会全体5位の走りを見せたチーム初の留学生カマウパトリックは、昨年7月の市別ハーフマラソンで実業団選手にも走り勝って優勝を飾ったランナー。予選会でチーム2位の海村ン,ン、3年。 も伸び盛りで、新チームでは前年以上の成績を残せるはずだ。長く監督を務めた花田勝彦氏はすでにチームを去って現在は早稲田大の監督を務めているが、昨年5月から新たに2004年アテネ五輪男子マラソン6位入賞の諏訪俊成氏が監督に就任。再び箱根寺に戻ってくる準備を整えている。今年の箱根駅伝は、往路で史上最多対16校一斉スタートとなり、 シード圏争いは最後まで大混戦。最終的に7位の創価大から19位の日大までが3分43秒差という、僅差、となった。2強、が強さに磨きをかける中、それ以外の大学もスピード強化に成功している。今年の箱根に出場できなかった大学でも来年、見せ場を作ることができるはずだ。